こんばんは、山中です。今からご紹介する息抜きなんですけども、これは頭痛になりそうな時はもちろんそうなんですけども、実際こう今頭が痛いなっていう時でも有効なので、ぜひ皆さんも試してみてください。まずですね、正座をしましてですね、ちゃんとこうかかとの上にお尻が乗るようにこう座ります。でこの状態でですね、お尻の方に手を回し、こう少し持ち上げるような感じで一度深呼吸してください。で次にですね、今度は、息をずーっと吐きながら頭をですね、こう床の方に、下の方にこう下げていってください。このような感じです。で、一定のところまで来たら、今度は息を普通に吸ってください。できる人はちゃんと膝の前まで頭をつけてください。でそれでこの状態で、今度はゆっくりと呼吸をするのを意識しながら、今度はこのままの状態でぐーっとお尻を上げていってください。でこの時に気をつけていただきたいのは、頭をこう床にこうぐっと押さえつけないことです。こう軽く自分でこう支えながら、両足でバランスを取りながらゆっくり呼吸をしてください。で次に手をこう頭の横に置き、このままの状態でゆっくり深呼吸してください。で最後にぐーっと丸くなりながら、このままの状態でゆっくり呼吸をしてください。はい、これで一連の息抜きは終了です。皆さんぜひ、このこう息抜きというものをやってみてはいかがでしょうか。それではお大事にしてください。